1876年に開校した羽咋市立与吉小学校の卒業式。在校生の演奏に合わせて入場するのは卒業生4人です。全校生徒は39人。今年度での閉校が決まり、最後の卒業生となりました。式では浜田光一校長が、多くの人が学び巣立っていったよきっ子の一人だと誇りを持って元気に過ごしてほしいと花向けの言葉を送りました。最後は卒業生と在校生がそれぞれの思い出を歌に乗せました。これまでにおよそ6200人の卒業生を輩出した与吉小学校、140年余りの歴史に幕を下ろします。